Welcome to Think Tech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue, and joining me today is Mr. Takeshi Kawaguchi, President and CEO of TK Atmosphere Incorporated, IT company with Aloha Drone School. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちはハワイ。ライフコーチでホストの国瀬ゆかりです。今日の放送はハワイで IT 企業、ドローン塾などの活動をされている川口武さんにお話を聞かせていただきます。川口さんは福井県のご出身で、35年の会社員としてのキャリアの後、長年の夢であったハワイで第二の人生ということで IT 企業のを開始、空中ドローン、数中ドローンなどの講習をされているユニークなビジネスをしています。それでは川口さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、川口さんは今はじゃあホノルルの、どちらにいらっしゃるんですか？今私が住んでいるところはホノルルのですね、ホノルル美術館のあるですね、近くのコンドミニアムに住んでいます。ということは、ワイキキのそばでしょうか？近くというとアラモアナショッピングセンターが近いですね。アラモアナショッピングセンター、皆さんがいらっしゃるところですね。はい。はい、それで、もう長年の夢であったハワイで第二の人生をということで、はい、皆さんそういうふうに夢を持っていらっしゃる方って多いと思うんですけど、なかなか実行できないですよね。はい、それをなんか単身赴任でいらっしゃったということで、はい、かなりのなんていうんですか、度胸と決心をされていらっしゃったんでしょうか？そうですね、まあ、実際人生がやっぱり100年と考えた時に、残りの、まあ、定年して残りの40年、まあ、どう生きるかというところで、まあ、日本にいてもいいんですけど、やっぱり自分の今やりたいことをなんとか、挑戦してみたいなということで、まあ、偶然でも、まあ、アメリカで働けるとかグリーンカードを取得したということもあってですね、ちょっと聞こえなかったんですけど、少しマイクの方に行って、グリーンカードが取得された、はいはい、働けるということですよね。働けるということもありまして、そういうチャンスもあったということもあってですね、何か挑戦できる、ベースができましたので、ぜひやってみようという決心をですね、数年前からいろいろと考えていたんですけども、じゃあいろいろ計画を練ってらっしゃった。はい。そうですね。その中で、踏み切れる、いろんな条件を整っているということで。なるほど。そうですね。働けるという、そのグリーンカードというのは大事な点ですよね。はい。ただでもね、ですね。ただ、ハワイに移住されるという方はいっぱいいらっしゃると思うんですけれど。そこで、その企業を起業されて、それもユニークなことをやられるということ。その辺のアイデアはどこから来たんですか？そうですね、まずは、ハワイですと観光業とか不動産業とかありますので、そういったところに、できるっていうのはありますけども、私はやっぱ IT 業界にずっと、営業とマーケティングを経験してきましたので、やはり自分の強みを出せるところはないかと、いろいろ考えた中で、最新の、テクノロジーを持って、コンピューターとも関連できるので、ドローンとか、水中ドローンとか、そういったところにたどり着いたと。なるほど。ドローンっていうのは今いろいろ話題になっていて、戦争で使われるとか、秘密撮影をするとかっていうところから、もちろんその観光の方、学生さん、若い方もいろんな幅広い層で人気が出ているんだと思うんですが、なんかお話によると、そのちゃんとライセンスを取らないと誰でもできるものではないと。それは正しいですか？単純に趣味として飛ばす上では、ライセンスじゃないですけど、商用でビジネスとして、ドローンを飛ばすときには、商用のライセンスがないと飛ばすことができないというルールになっています。それは川口さんはそういうライセンスを取られたんですか？そうですね。ハワイに来たときに、自分なりに勉強して、何が必要かと勉強しまして、独学で試験を受けて、一発合格で。すごいですね。昔取った受験勉強の、はい、一発合格ですか。そうですね。はい。はい、一発合格。はい。英語ですよね、もちろんね。あ、もちろん英語です。はい、英語で受験勉強された。はい、川口さん、35年の IT 企業の後にですね、英語を猛勉強して、ドローンの資格を、ライセンスを商業用に使えるような資格をお取りになった。そういうことですね。はい、じゃあ今私も本当ドローンなんて触ったことないんですけど、今ちょっと見せていただいてよろしいですか。はい、まず空中ドローンの方なんですが、まずドローンそのものを見せていただいていいですか。はい、ドローンになります。はい。まあこちらの方はなんか、小さな飛行機みたいな。そうですね。になりますけど、はい、こっち4つのプロペラがついてまして、プロペラがついている。はい。はい、これが回転して、このような形で水平で、上下左右前後でですね。ヘリコプターみたいに。はい。で、こちらの方にカメラは、はい。ここにカメラがついてまして、これがジンバルという機能があってですね、ここを茹でたとしても、カメラ自身はちゃんと静止が安定している。ああ、じゃあ、風が吹いたり、気流があったりしても、ある程度安定した画面が撮れるということですか。はい。で、それをこうビューンと飛ばして、タコのように、はい、それを操縦するわけですよね。そうですね。で、操縦はこの操縦装置を使ってですね、なんかリモコンみたいなテレビの、はい、リモコンで上下左右ちゃんと、はい、目視しながら、はい、ここで飛行機をドローンを操縦してですね。なるほど。自分の撮りたいところに持っていくと。そのピュンって2つ出てますけど、それがアンテナなんですか？これがアンテナです。うん、はい。で、それとそのドローン本体がコミュニケーションができるということですね。そうですね。はい。どのぐらいの距離は離れていくことができるんですか？私の持っているこのドローンだと約4キロの距離の間をですね。はい、4キロ。4キロの上空まで行っちゃうんですか？はい、上空自身は規定上限の120メーターまでです。ああ、そういうのがあるんですね。120メーター上がって4キロ、4000メートルまで行ってよろしいと。はい、ああ、はい、なるほどなるほど。じゃあよくなんていうんですか、上の方からこう撮ったりね、はい、ウェディングとか撮られてる方がワイキキでも時々見ますが、そういうことができてしまうということですね。そうですね。はい。はい、じゃあここでですね、空中ドローンの話なんですが、今、川口さんがお撮りになった美しい写真がいくつかありますので、はい、ハワイ好きの方にもぜひ見てもらいたいと思います。Let's take a picture.、let's look at the pictures that a drone took. はい。ワイキキですね。これはカピオラニ公園でしょうか？そうですね。はい。はい。遠くから遠方から見えます。あ、いいですね。ハワイの空、海がよく見えます。ダイヤモンドヘッド。はい、これは何メートルぐらいなんでしょうかね。やっぱり120。これいや、ここは340メーターぐらい。340メーターのもんですか。あ、これは高いですよね。これでも20メートルとか。そうなんですね。もっとなんか上の方かなと。はい。ああ、美しいですね。これはヨットハーバー。これはパイナップル畑かな。そうです。はい、ありがとうございます。美しいですね、やっぱりね。はい、ハワイ好きの方にはとてもたまらない映像だと思いますけれど。はい。では次に、その実際に、ドローンを使って撮ったサンプルが2つほどありますので、はい、見せていただきたいと思います。はい、Let's take a look at the video part that drone took.はい、これはディナーパーティーのシーンということですね。ディナーパーティー、そうです。はい。はい、ハワイアンビレッジかな。はい。ラグのとこから、はい。はい。撮影しましたね。うん、美しいですね。はい。遠方まで見えると、やはり高いと見えますね。そうですね。あ、これも。ホテルの上空ですね。ですね。はい。はい。まあ、大きなパーティーですね、これは。そうですね。なんか400名ぐらいの、はい、団体参加。400名。あ、そうなるとドローンというのが大活躍ができるという。はい。はい、これは日本の方のパーティーですか。うわ、すごい。そうですね。日本の、はい、方となんか会社の、はい、パーティーと。すごい、これはドローンならではですね。そうですね。はい。うわ、すごい。すごい。はい、写真も、はい、撮ってほしいということで。今のはスティル写真ですね。はい。これは動画。はい。ドローンの方、みんな見てるわけですね。はい。ホテルも後ろの方に見えています。じゃあもう一本見せていただきましょう。建物、はい、はい。Let's look at the next one。これは可愛いですね。はい。はい。結婚式の。はい、結婚式。やはりハワイは本当に結婚。はい、なんか若いカップルの方が歩いていらっしゃいます。いいですね。これはマジックアイランドかな。そうですね。マジックアイランドです。はい、ヒルトンのそばですね。見てます。これも何十メートルでしょ。はい。もうこれ、はい、やっぱ30メーターぐらいから。30メーターぐらいから。で、どこに川口さんいるんですか。後ろの方にいるんですか。後ろの、はい、ちょっと木に隠れて。木のところ、ちょっと見えますね。操縦の方が見えます。はい。でも、この水まで取れるというところがドローンの強さですね。ダイヤモンドヘッドも見えます。いいですね。本当に思い出になりますね。はい。ありがとうございました。Maybe we should take a break here. 少しここでお休みをいただいて、また引き続きお話を続けさせていただきます。なんか映像を見て心がこう空をほーっと舞い上がる感じですね。Okay, let's take a break and we'll be right back.日本語でお届けしています。こんにちは。はい。で、ちょっと休憩をいただきます。はい。Aloha, y'all. My name is Mitch Ewan. I'm from the Hawaii Natural Energy Institute, and I'm the host of Hawaii, the State of Clean Energy. We're on every Wednesday at 4 o'clock, and we hope that we have interesting guests who talk to us about various energy things that are happening in Hawaii, all the way from PV to windmills to hydrogen.Close to my heart, electric buses and electric vehicles. So please dial in every Wednesday at 4 o'clock on Hawaii, the state of clean energy. Aloha. Aloha, I'm Kili'i Akina, the host of Hawaii Together on the Think Tech Hawaii Broadcast Network. Hawaii Together deals with the problems we face in paradise and looks for solutions, whether it's with the economy, the government, or society. We're streamed live on Think Tech bi-weekly.at 2 p.m. on Mondays. I want to thank you so much for watching. We look forward to seeing you. Again, I'm Kili'i Akina. Aloha. We're back from break. I'm Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Mr. Takeshi Kawaguchi. ライブでお届けしております。Think Tech Hawaii の日本語番組。こんにちはハワイ。今日は第2の人生をハワイでという夢を叶え、ドローン塾などを経営されている川口さんにお話を、お聞きしています。それでは引き続き川口さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、先ほどは空中ドローンを見せていただいたんですが、ちょっとその話を続けて、やっぱり操縦っていうのはこの今の操縦桿を見るとなんか簡単そうに見るんですけど、誰でもすぐできちゃうんですか？はい、はい、簡単にできますね。できます。はい、リモコンと違って、ホバーリングって言いますか。はい、何もしなければ、ホバーリングずっとしてくれますので。ホバーリングっていうのは、とどまっているっていう感じのことですか。そうです。はいはいはい。はい、だから一旦、離陸した後ですと、一旦、操縦桿を離せば、その場でストップして、ホバーリングしますので。止まっててくれるわけですね。はい。なので、安心して、操縦できると言いますか。なるほど。やっぱり女性の方でも、初心者が結構やっぱ緊張されてですね。はい。そういうことでも、話せば、と止まりますよといつもお伝えしておれば安心されますね。はい、操縦している間にその画面というのは見えるんですか、はい、自分がドローンが撮っているところみたいなのは。あ、そうですね、今ここにないです。ここにはい、スマホをつけまして、スマホをくっつける。はい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 。でそのスマホの画面で、はい、そのドローンの映像がリアルにここに表示されます。なるほどなるほど。じゃあそこでもう少し上の方がいいとか、はい。はい。下がいいとかいうそういう機能もあるんですね。なるほどですね。じゃあもう少し画面ショーの後でですね、おしまいの方で、はい、実際に体験をされたい方に説明をしていただきたいんですが、その前に、はいはい、空中だけではなく水中もあると。で、はい、水中ドローンっていうんですか、水中ドローン正しいです。水中ドローン、はい、水中ドローンもありますし、はい、あと水中スクーターですね。水中スクーター、スクーターもある。はい、はい、乗っかっちゃうんですか、スクーターに。あ、スクーターはです。ちょっとありますけども、はいはい、こういうなものでした。これが水中スクーター。スクーター、はい、はい、こちらに2つプロペラがついてまして。はいはい。でここのボタンを押すと、ここのプロペラが2つ回ってですね、はいはい、引っ張ってくれると。引っ張るという引っ張るんですね。はあ、い。じゃあ普通に乗るスクーターだと馬乗りになりますけど、こう泳ぎながら潜って、でこう引っ張ってくれると。引っ張る。はあ、そういうものがあるんですね。はい、これが新しいもので、ハワイに今持ってきましてですね、これをちょっと普及する。はい、これは日本のものですか、それともアメリカでできているものですか。あ、これは中国製です。中国製。なるほど。はい。じゃあそのはい。はい。実際にその水中スクーターで引っ張ってもらっている映像がちょっとありますので見せていただきたいと思います。Let's take a look at the water scooters here. おお、出ました出ました。はい。これは一応ワイキキ沖です。お、これアクアラングでやってるんですね、じゃあ。はい、はい、こちらアクアラングでもできますし、あとはシュノーケルでもうちょっと、はい、浅いところでもう使うことも一緒にできます。なるほど。そうするとこうポカポカ浮いてる、でも引っ張ってくれると。はい。だから楽しそうです。足を、はい、楽しそう。足を使わなくてはい。足を使わなくてもできます。亀ともはい。はいはい。あ、亀さんと一緒に泳いでますね。ちょっと神さんが驚いちゃうんじゃないでしょうか。はい。これはなんで動いてるんですか。電動が充電されてるんですか。あ、リチウムバッテリーを使って電動でプロペラが回って、うん、引っ張ってくれるという。なるほど。でこれはなんかライセンスがやっぱりいるんでしょうか。それともこちらはライセンスは全くいりません。いらない。あとこの、はい、ハワイはですね、その環境とか、まあ、生物を大事にしようというのがすごく、はいはい、とても気になって皆さんで環境保全をしているところなんですが、これは水中スクーター大丈夫なんでしょうか。あ、はい、こちらの方は大丈夫です。環境には安全。亀さんに触ったりしなければ。はい、あ、そうですね。普通のちゃんと潜るためのルートさえ守っておけば、はい。なれば。なるほど。お魚もそんなに驚いたりはしないんですか。しないですね。はい。まあ一応イルカさんだけは結構音に気にされるんで。ですよね。はい。じゃああんまりそばに近づかないとか、まあそういうことも大事ですね。うん。じゃあこれはそのダイビングとかをできる方は比較的すぐ使えてしまうようなものだということですか。はい。そうですね。使えます。そうなんですね。あとじゃあ水中スクーターではなく水中ドローンもあるということですが、これは？はい。水中ドローンは有線ということで水中ドローンがとあとケーブルをつないでですね、はい、海の上からコントロールして、まあ、撮影をできるということが、はい、それはじゃあ一緒に誰かが潜るんですか、水中ドローンが。それともドローンだけドローンだけ沈めてですね、あとケーブルを伝わって、はい、スマホでコントロールして船の上からドローンをコントロールして撮影をできる。あ、そういうことなんですね。なんかいろいろ知らないものが私が知らないだけかもしれませんけど、はい、あるんですね。はい。はい、じゃあそういう体験を日本にからいらっしゃってハワイを体験してみたいという方、だから、はい、ハワイ在住の日本の方もたくさんいらっしゃいますので、そういうまだちょっと学んでみたいという方とか、例えばお子さんなんかすごく興味があるんじゃないかと思うんですが、どういうふうに川口さんの学校に入学したらいいんですか？体験入学とかあるんですか？今日本人韓国人向けに体験ツアーというのをカピョンヤ公園でやっています。体験ツアー、はいはいはい。じゃあそれは旅行会社か何かにお願いするんですか？それとも直接川口さんにご連絡すればいいんでしょうか？アルファサービス、ハワイ、アルファドローンサービスというサイトがありますので、うん、そちらから申し込みもできますし、あとは今ですと、カウカウさんとか、あと、オプションサイトの、オプションツアーサイトのベルトラさんから、はい、申し込みすることになります。なるほど。もし興味のある方は、アロハドローンツアーですね。アロハドローンサービスというサービス、はい、アロハドローンサービスというふうに検索していただいて、はい、そこからお申し込みいただくか、これは日本からもできますね。はい、またはハワイにいらっしゃってタウン市がございます、カウカウさんですので、はいはい、いくつかありますが、そういうところでも情報を得ることができるんだそうです。もし興味がある方はぜひ、やってみていただきたいと思います。最後にですね、川口さんに第二の人生が始まって、何年前に来たんですか、ハワイは？私は約、永住としては1年8ヶ月前に来ました。はいはいはい。じゃあまだそんなに時間経ってないですよね。そうですね、はい。でこれから、はい、これからどういう抱負を持って、どんなことに進めていかれたいですか？例えば他の島にも行ってやってみたいとか、本国に行ってアメリカ大陸でもやってみたいとか、なんかそういうのはあるんでしょうか？夢は、夢としては、ハワイ州向けに、新しいものを、いろんな観光業、向けにとかですね、いったところでドローンとかを、はい、私の持ってる技術を、提供していければなと思っています。はいはい。じゃあこれから今気づきつつある、ものをもう少し発展させて、定着させていこうと。そんな感じでしょうか。はい。はい。はい。さっきちょっと聞きかけたんですけど、若い方もできるんですね。つまりその小中学、高校生ぐらいですかね。もうできますか？ですね、アメリカのルールとしては13歳以上でないと、一応操縦できないと、ティーンエイジャー以上でないとできない。なるほど、なるほど。さあ、ティーンですから、はい、ティーンエイジャーですね。はい、一応年齢制限があるわけですね。はい。はい、じゃあ小学生はちょっとダメと、中学生になってからだったら OK ということですね。でじゃあご両親が一緒に行けば、例えば中学生の人たちもできるということですか？あくまでお父さんが操縦してるという。お父さんが操縦してる。はい、なるほど。ここで言うとちょっとあくまでも13歳以上はということですね。はい、わかりました。じゃあ実際にやられる方が気をつけなくちゃいけないことっていうのはありますか？やはり安全にするためにですね、無理なことはしないということを常々お伝えしてますし、実際にドローンを自分の目で見ながら操縦してくださいと。なるほど。はい、むやみやたらに操縦して動かせばいいというものではなくて、やはりマナーがあると、そして危険なことはしないように、木に刺さっちゃうとかね、はい、そういうこともあるんじゃないかと、はい、タコのことを考えています、私は。はい、ということで、はい、それではもう一度繰り返させていただきますが、アロハドローンサービスというところで、サービス、はい、これは空中ドローン、水中ドローン。そして水中のスクーターも体験をすることができるということだそうで、はい、なんか私もあんまりこわごわやってみたい感じがしないでもないです。ぜひお願いしてください。はい、ありがとうございます。Okay, I think we are about to be finishing the time. 今日はそろそろお時間が来たようなので、川口さん、本当に興味深いお話をありがとうございました。興味が湧いてきました。どうもありがとうございました。はい、We are out of time, Mr. Kawaguchi. Thank you so much for participating in this interview. And we will bring more shows in Japanese from Hawaii. Stay tuned and thank you for watching Think Tech Hawaii. I'm Yukari Kunisue. See you next time.